自分の個性を大事にしなさいとかいうことを言って久しいですよね。そうすると、うん、昔は自分より世間様の目を気にしなさいとか、うん、人に自分が合わせなさいとかいう教育だったのが、うん、人より自分自分自分って言って、それがなんかこうこっち来すぎてる気がするですが、なんかあの人よりもなんか自分がいいところ探しなさいとか、自分しか持ってない個性とか、うんうん、あの誰でもあのなんて言うんだろう、特別なところがあるとか、あの才能があるんだって、あれ嘘だよね、ないやつはないもの俺だってそう、何もない、何にもない、何にもない、ただ偶然見つかったのがお笑いだっただけで、偶然ですか、うん、でもなくてもいいっていう教育した方がいいと思うよ、うんうん、だからなんか会社とか例えばその職に入ってみたところが、うん、思ったところと違ったって言った時の挫折感ったら、うん、ものすごく大きくて、あの本当ね、あのね、生きがいを見つけるとかね言うじゃん、うん、でもね、生きがいなんていうのはね、生きてきて最後に、ああこれが生きがいだったのかって、ああ死ぬ前に気がついたっていいわけでさ、うん、こんな若い時に生きがい見つけてどうすんの、それがダメだったらよく芸術家になるとして天才になるとかってやって、この子がそれ挫折したらどうすんのっていうから、うん、それ全てじゃないんで、それが夢破れたと思わずに、他に何かないかなっていう、なるほどね、あとよく言うのはサラリーマンの人が定年迎えるにあたって、なんか本が出てて、趣味を見つけようとか、定年後はこういうやつ、うん、あれはあんなバカな話じゃなくて、はい、やめた後、釣り覚えたと覚えられるわけないんだから、だからなったか早めに遊んでおかないと、うん、時間ができたからやるのは、それは趣味じゃない、時間がないときにいかに人を騙してやるかってのは趣味だから。よくおっしゃいますよね、うん、学校でも校則をなくした方がいいって言うけれども、たけしさんはあった方がいいっていう。俺も不良はあのいかに俺が不良かっていうのを見せたがるんで、持ち物検査をとかって徹底的にせないの、それでもこのナイフを持ち込んだってそれで済むわけ、ところが銃にしたらナイフ持ってたってもう別にって言っ持っちゃいけない、あの規則はないわけだから、うん、ないよ、 そいつは刺さなきゃいけないの、今度いや人を刺したら、ああすごいなって言われる、あそうか、すごいなって言われる場所が、うん、むしろ拘束がある方があって、もうスカートの長さか何か、はい、いかにあの先生と学校を騙してスカートを長くしてまくり上げて入っていくかとか、あらゆる悪いことを頭で掴むんで、それの方が教育だと思う、うん、じゃそれを自由にフリーに言ったら、子供にフリーって言ったって何が自由だか分かんないんだから、うん、でも今伺ってて、やっぱり品性は大事だっていつもたけしさんおっしゃいますでしょ、うん、最低限の礼儀は、うん、あの守るし、電車で必ずいるけど、我々の時はいくら悪でもあの年上の人にはこうなったし、たけしさん悪の時から関連になってなかったんですか、ね、ないないない、だって近所に悪がいて、悪が教育係だから、タバコなんか吸ってたら何やってんのお前って、俺みたいになっちゃうぞって言われしかないわかんないと思って、ちゃんとしようとか言って、うん、そういう場所だからね、うん、だからあの学校教育で小笠原流でも何でもいいから、もう一回こう基本的な作法というのをやれば、あの年寄りとか自分の目上の人に対する口の聞き方も、電車の乗り方も、コンビニのとこで変な座ってタバコ吸うとか、そういうのがなくなるんで、もう一回日本はね、あの作法とかね、全部ねやり直すやと思うよ、その中から文化が現れるわけで、うん、あの何もないのに文化文化って、日本人文化を生むと世界に広めようったって、基本が日本人自体がその基本を知らないのに、どうしてできるんだろうと思うしね、うん、そうですね、うん、もうちっちゃい頃からそういう、うんうん、ちゃんと教育、日本人はそんなことしないんだと、うん、マナーだもんね、うん、なんかね日本人ってね、あのもうちょっとね、うん、国を愛すべきだと思うね、日本を愛すだったら、あの風土も全部そうだけど、気質とか伝統と作法、そっちをまずね、こう学校教育に入れ込むべきだと思う。そうするとあのバカなガキがいなくなると思うけど、少しはね、うん、日本人のなんかこう力っていうのが弱まってきてるような気がするんですけども、学力だけじゃなくて、なんかだからコンピューターとインターネットを中心とした社会が奴隷化をしてると思うよね、うん、その中でも喧嘩したりネットで、やったり
チャットで喧嘩したりするのは、狭い鶏小屋に鶏が入れられて頭をつつき合ってるような気がしてしょうがない。あ、うん、それで卵だけ持っていかれてるような気がする。本当はすごく本人たちは世界が広くなったような気持ちがするけれど、うん、逆にちっちゃい世界しか見えてない、うん、あれ要するにちっちゃいことを検索して調べてそれを見ることであって、本当に必要な情報って今の街歩いてて一切テレビも新聞も何にも見えなくても歩いてて情報は耳に入るから、それが一番正しいのかもわかんない。あの芸人ってよく自分のことを気にしてネットで悪口言われたと、うん、じゃん。俺全然、ね、そういうの見ない。人に悪口言われたり批評されたりすることについては落ち込むことありますか？ない。あ、ない。うん。あ、それはテレビの視聴者とかそういう人たちの権利だから。うん、権利、うん。どうぞ好きなこと言って。あ、言うことを止めようとは思わないと。我々は、うん、実はそういうこと言われても食べてるんで、職業としてるから、応酬はしない。お前何も分かってないなんて言われる。うん、でもそうだこうだおっしゃりながら、いまだに、なんて失礼ですね、武井さん、人気なくなってないでしょ。まあ そういうふうに信じてますけど、まあ、番組がレギュラーが結構あるんで、大丈夫だろうと思ってます。大丈夫だろうと、うん、それがこう昔みたいにいつか落ちていくかもしれないっていう不安とか、うん、それはもう その年齢とともに体力と感覚も古くなってくるだろうから、うん、フェードアウトが当然であって、え、感覚古くなってるっていうことをちらっとでも感じたことはありなんですか？俺はね、漫才で40ちょっとの時にね、アドリブがパッと出ない時に、あ、終わったと思った。漫才は40ちょっとの時に、30代では一番その相手の言ったことに対する返しの言葉が一番お笑いとして的確な言葉が自分でも自信あったことがパッと出たんだけど、待、うん、って言ったら、ってやっちゃうの。その言葉は何だか分かってんだけど、出てこない。出てこない。うん。それが出なくなると反射神経なんで、あの漫才なんか特に。反射神経が相当ダメになったってことは、漫才はもうダメだろうっていうか。そう思った時どうなさったんですか？と思って漫才やめて、ラジオの DJ やったり、それからコントでもできたコント、ネタが分かってるコントをやって、アドリブをなるだけ使わないように。だから俺早いんですよ。だから漫才のこうピークの時に、ね、自分でもこれピークだなって感じやっとくやんって、ここでもう終わったって思うから。でもまだ稼げるとか、まだリクエストいっぱいあるし、うん、だからこっからこう降りる間に違うはしご見つけなきゃっていう、こっちにラジオのはしごがあったら飛び乗って上がっていって、こう、うん、未練はないわけですか？ない。で、ない。うん、ない。お笑いはお笑いだし。うん。武井さんご自身は引退の時期とかそういうことは考えることはおありですか？まあ自分はお客の前で、芸をやって上がってきた男なんで、自分でやめようとも思わない。そう、誰が決断をするのかったら。引退はお客が決めることで、お客さんがもうたけし見たくないって言ったら自然と視聴率なくなるでしょ。だいぶ見ないでしょ。そしたらやめていく。でも次はお客をこっちに向けてやるとか、今回は調子悪かったけどとか、うん、そういうふうには思われないですか？大体芸人さんってそうですよね。そうだ、ずっとやったりするもんね。今調子悪かったんだって。40年間当たんない人いるしでも売れない画家だと思えばいいんだけど、うん、だからリタイアっていうのは多分体が動かなくなって発想もできなくなって倒れたらリタイアだろうと思う。